ひな祭りの行事食、ちらし寿司。行事食といっても、盛り付けも作り方もとっても簡単。さらに、子供が食べるようになる工夫もご紹介します。葵の給食室、飾り付けになる部分から作っていきましょう。今日は人参をお花の形に抜いていきます。薄めの輪切りにして、今日はこのお花型のクッキーの型で抜いていきます。保育園ではこれを何百個も作るんですけど、そうするとここにもう1回でついてるけど、これがねすごい跡がついてすっごく痛いから軍手をしてやってました。よっ、可愛く抜けました。もうこれだけで可愛い。これを茹でていきましょう。でこの余った周りの部分なんですけれども、まあこれをね汁物に入れても可愛いですし、今回はこれをみじん切りにしてご飯の中に混ぜていきたいと思います。次は絹さやを切っていきましょう。まず筋を取っていきます。筋の取り方はこのヘタの部分を取ってまっすぐになっている方に折って筋を取っていきます。反対側の下の方から逆のカーブになっているところを、で多分真ん中くらいで切れちゃうので逆からまた取っていきます。そしたら絹さやは千切りにしていきましょう。絹さやってちょっと高いのと、あとご家庭だと、まあ、全部ね使い切れないってこともあると思いますので、この飾り付けの緑の部分に関してはきゅうりで代用しても大丈夫です。あと今日はコーン缶を使って飾り付けをしていきます。基本的にちらし寿司って保育園だと炒り卵とか錦糸卵作って飾り付けするんですけれども、最近卵アレルギーのあるお子様も増えてきていますので、黄色の部分はコーン缶で代用していきます。で保育園では缶をしっかりと、開かない消毒して、あーよかった、大変だよ開かなかったら、ここから先進まない。そしたらコーン缶はザルにあけて水気を切っておきましょう。花形の人参を茹でていきましょう。人参は水から茹でていきます。はあ、もう可愛い、この時点で可愛い。行事食って大変なんですけど、こういう瞬間が楽しかったりして忙しくても頑張れる。人参入れたら火をつけて沸騰してから 3,4 分ほど茹でていきましょう。絹さやも茹でていきましょう。絹さやはこのまま放置しておくと色がどんどんくすんでしまいますので、必ず流水にさらして冷ましておきましょう。そぼろを作っていきましょう。火加減は中火になります。油を軽く引きます。そしたら先ほどみじん切りにした人参から炒めていきましょう。2分ほど炒めたところで鶏ひき肉を入れていきましょう。でこの献立の中には主菜でお肉とかお魚とかもつきますので、ご飯に混ぜるそぼろは少量で大丈夫です。入れすぎるとタンパク質脂質型になっちゃうので、完全に火が通ったら弱火にして、ここに調味料を加えていきましょう。お砂糖を入れていきます。とそれからお醤油です。お砂糖とお醤油入れて 1,2 分煮詰めて味が馴染んだら火を止めて、あとはこれをご飯に混ぜていきましょう。今日はちらし寿司になるので寿司酢を作っていきましょう。お酢入ってます。お酢にお塩入れていきます。とお砂糖です。そしたらよくかき混ぜて、お米に馴染みやすいようにっていうのと、酸っぱすぎると子供が食べにくいので加熱をして酸味を少し和らげていきましょう。ご家庭で作るときは量が少ないので軽くラップをして電子レンジで加熱をしていきます。保育園でやる場合は小鍋に入れて火にかけて酸味を和らげていきましょう。今加熱したすし酢は粗熱が取れたらご飯に混ぜていきましょう。
でご家庭で作るときはご飯をしっかりと冷ました状態で混ぜていくと思うんですけれども、保育園で作る場合は冷ます時間もなかなか難しいというのと、あと冷まして置いておく間に異物が入ってしまったりするのが怖いので、温かい状態で混ぜるっていうことの方が多いです。そしたらここに先ほどのそぼろを混ぜていきましょう。保育園に勤めて初めの頃は本当に一般的なちらし寿司を保育園で出してたんですけど、もう残食がすごすぎて、どうにか食べてもらうにはと思ってそぼろを混ぜたところ結構食べてくれたので、それからもう完全にちらし寿司はそぼろご飯にしてます。それではいよいよ盛り付けをしていきましょう。本来はちらし寿司なんでこういった平たいお皿が理想なんですけれども、おそらく保育園だとこういう平たい皿っておかず皿として使ってちらし寿司乗せる用のお皿って用意されてないと思いますので、保育園バージョンはこういった普通のお茶碗に盛り付けます。盛り付けといってもとっても簡単な盛り付けですので、今回はそんなにセンスはいりません。押し寿司にしてたこともあったんですけど、ギュッとしたご飯ってなかなか子供が進まなかったんで、こんな感じで普通のご飯と同じように盛り付けて提供しています。そしたらここにコーン缶を散らしていきましょう。錦糸卵の代わりになります。絹さやは茹でてありますので水気を絞っています。あまりねギュッてやりすぎるとこれがぐちゃぐちゃってなっちゃうので軽くで大丈夫です。パラパラパラっと散らします。そしたらお花形にかたどった人参を乗せていきましょう。一気にかわいい。そしたら真ん中に刻み海苔を乗せます。で、海苔は口の中にへばりついて危ないので、必ず大きい海苔ではなくって刻み海苔を使います。急速急速嬉しいな、追ってても綺麗になりました。みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。めちゃくちゃ可愛くできた。可愛い。本来のちらし寿司とはちょっと違って、桜でんぶ使ってなかったりとか錦糸卵使ってないんですけれども、よりお子様が食べれやすいようにアレンジをしました。お子様に提供した後はこの海苔、先ほども言ったように固まって口の中に入ってくると口にペタッとへばりついてすごく危ないので、お子様が食べるときは直前に混ぜてあげましょう。ではいただきます。うん、優しい味。やっぱりこのひき肉のコクと、あとさらにこう上に散らしたコーンの甘みも加わって、すごく食べやすいちらし寿司になってます。ちらし寿司ってなかなか食べ慣れてないものなので残食が多くなったりっていうこともあるんですけれども、先ほど言ったようにいろいろ試行錯誤した結果、これが一番よく食べてくれたちらし寿司になりますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。